来たでしょう。あ、テナーだよ。うん。超絶イケメンな恩師のアクサの放送はこうです。あ、音量がこんなもんか。さあやっていこう。あ、で、あの挑戦する人数を教えてください。はい、あ、ちょっと声でかいな。ちょっと下げよう。それではここで質問です。あ、2はネタ切れ感すごい。でもなんか3やるんでしょ。3やるんでしょ。わかりました。一人で挑戦するんですね。で、今回アンケート1回ね、使用を管理するんで、アンケートを、まあ、前回のちょっとね緩いかな。しゃ、いや、コメントは極力読ま、まあ、見ないでね。やるよ。それじゃあ始めましょう。クイズミリオネア。はい。何、トライ回数って。15問正解すれば1000万円が待っています。準備ができたようなので、1万円の問題から。はい。まあ最初はね、絶力でやっていくんで。次のうちラケットを使うスポーツはどれ？野球、テニス、ラグビー、アイスホッケー。はい、テニスですね。はい。正解。舐めるなよ。俺をバカにしてんのか、ほんとに。はい、和光家いらっしゃい。次の問題を見てみましょう。なめんねん。2万円の問題です。来いや。東京都南区、芝公園4丁目に立つ、日本電波塔の通称は何？東京タワーでしょ？東京タワー。だよね。C が正解だと思うんですね。いいねー。ああ、怖いわ。2万円あ、立ち目さん、すいませんね。使いすぎながら答えは沈黙って。1000万円まで残りあと13問。はい。3万円の問題です。名詞のうちあなた、私、彼、彼女などのことを特に何という。こんなのね、代名詞でしょ。時間はたっぷり。代名詞。C が正解だと思うんですね。はい。3万円か。舐めすぎじゃない？今日の簡単だな。あ、実績も書いてもいいよ。1000万円まで残りあと12問。月にして、ここで5万円の問題です。慌てないでいきましょう。はいはいはい。英語で動詞 go の過去形はどれ？ went でしょう。 b ですね。余裕だよ。その答えで正解。5万円獲得。go go って、今日いけるぞ。まだライフラインが3つとも残ってか、割と俺英語いけるからね。次の問題に正解すれば10万円を手にすることができます。いや、前難かったよ。行きましょう。最初、英文で省略、英語多いな。それはね、アポストロフィーでね。アポストロフィー、ダッシュって何？アポストロフィーでしょ。この問題まではもしも正解できないと1円も持って帰ることができません。アポストロフィーでね。ゆっくりと考えてください。すごいの来たぞ、みんな。すごいの。すごい人来たぞ。これはね、これは、この人期待できるわ。この人。来てこれ、見てこれ。期待できるな。アークさん、連絡先に追加させてください。過去の実績、中学時代定期テストにて、学年1位を取った経験あり。高校時代全国模試にて、数学全国1位取った経験あり。高校時代、期末テストにて保健体育で赤点取った経験あり。じゃ、保健体育系以外は、頼んでいいな。数学いいんだよね。数学ね。頼むぜ。わかった。ね、これアポストロフィーだよね。多分。ダッシュはないでしょ。B でいきます。本当に今の答えで間違いありませんか？はい。あなたの答えが正解ならば、
10万円があなたのものになります。はいはい、やったね。あー怖い怖いわ。さすがにな、10万円ぐらいはな、自分の実力で取らないと。こっからだよな。はい、こんばんは。今10万円を手にしました。はい。これでいつでも10万円を持ってドロップアウトすることができます。それでは次の15万円の問題を見てみましょう。来た。あ、1000万取らせに来た。いらっしゃい。なぜ山に登るかと聞かれ、そこに山があるからだと答えた有名な登山家は誰？これ知ってるな。え、でも名前がわかんない。アトリーじゃねえの？時間はたっぷりとあります。ゆっくりと考えてください。ところで、あなたにはまだ、クリントもないだろ。テレフォン、オーディエンス。でもこれは暗記でいいよね。暗記で。名前がわかんないのは知らないってこと？アンケ使っていい？アンケ、ちょっとわかんない俺。これはわからんわ。使います。アンケート。お願いします。はい。A、アトリー。B、ヒラリー。C、ピアリー。D、マロリー。で、ピアリーはね、多分ないと思うんだよね。ピアリーは。マロリー？アトリーじゃねえのかな、これ。マロニーじゃねえ、マロリーだよ。いい結果。いいですか？いい？頼むぞ。いきます。結果ドン。え？あ、マロリー？マロリー。割れたけどこれ、ヒラリーは多分ネタだよね。さすがのね、俺もわかるよ、それは。ヒラリーは、ネタだよ。これマロリーだね。ありがとうございます。別に無理して答える必要はありませんよ。無理しねえよ。それでは聞きましょう。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。あなたはすでに10万円を獲得しています。それが今、15万円。はい、ありがとうございます。あ、みんなありがとうね。ありがとう。よし。よしよしよし。ここからはさらに問題が難しくなります。はい。賞金もどんどん上がります。はい。あなたは15万円を獲得しました。はいはい。1000万円まで。残りあと9問。25万円の問題です。はい。でもこれテレビでさ、オーディエンスで嘘ついてるやついいのかな？次のうち東北地方で生産される銘柄牛はどれ？東北って言ったらもうね、待って俺桃鉄でやったぞこれ。こういうの。松坂じゃないな、多分。あなたにはまだ、あ、来ました。50-50。テレフォン、オーディエンスという3つのライフラインが残っていますよ。ありがとうございます。近江ってさ、下の方だよ多分ね。米沢じゃねえの？これ聞いたことないな。し、まず読めないこれ。まず読めねえ。これ何？田島？どこだよそれ。あ、丹波。割れてんぞ。おい、割れてんぞ。田島と丹波で割れてんぞ。え、米沢じゃないの？米沢。東北地方、米沢だよね多分。いや、ちょっとここは行かして。米沢だと思う。さあ、それでは聞きますよ。はい。ファイナルアンサー。FA。
大宮石川。15万円を獲得していましたが、たった今それが25万円になる。よっしゃ、シャオラ、よしよしよし。大宮滋賀いいね。まだ3回使えるぞ。1000万円獲得できる15問のクイズの折り返し地点です。頑張ってくださいよ。50万円の問題。これプレステだよ。日本で2番目に大きな湖の霞ヶ浦があるのは何県？群馬県、栃木県、福島県、茨城。全然わかんない。これ使っていいか、これ。わかんない。俺だって滋賀県しか知らないもん。いや、わかんないが使います、テレフォン。で、ちょっとさっきの人は、正解すれば50万円があなたのものになります。ただし間違えるとあなたは、数学が、これまでに獲得した25万円。あ、待って、でもさ、これさ、日本地図でさ、日本地図見たときに、茨城にさ、でかい湖あるよね。そういえば。え、あれ海？いや、あるよね、なんか。日本地図見たときに、見えるでしょ、確か。ん？これなんだ？なんか来たけど、これ何？これ何ですか、これ。アークさん、現宮廷です。え、東大？宮廷次第？頭いいよ。マジかよ。よろしく。これはね、ちょっと今日期待できる人いるね。もうどうしようもないときはもう頼むよ、じゃあ。君。え、これ茨城でしょ？行くよ？もう俺多分茨城だと思う。行きます。さあ。それでは、これはいけるよ。だって、日本地図見たときに、でっかい湖あるもん、これ。ファイナルアンサー、FA。おめでとう。な？50万円があなたのものになります。しゃあ。ネットスラング。続いては9問目の問題。よしよしよし。これまではいい調子できていますが、もしも間違えるとあなたは40万円を失います。もちろん正解すれば75万円があなたのものになります。ああ。テレフォン3回あるし。免疫9年の修行で知られる、辰馬大使は、現在の、どこの国の生まれ、免疫9年の修行で知られる、辰馬大使？ 50 万円持ってドロップアウトすることもできます。また間違えると失ってしまう。ちょっとわかんない。ね、これはさ、40万円をかけて勝負してみる。これは現宮廷の人がいいよね、多分。さっきの人は数学がね、数学全国模試で1位取った経験あるから、これはね、宮廷の、取っとけ。これは何？簡単な問題？だったらこれなんか、情報がないけど、情報あったわ、なんか。なんか言ってんぞ？なんか。なんか来たんだけど、これ。なんか勘違いしてんな、ちょっと。俺に1000万くれると聞いてきましたって。なんか勘違いしてんぞ。じゃ、この人ちょっとお願いしような。使えます。はい。使えます。はい、もしもし。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、アークさんですか？そうです。あ、こんばんは。こんばんは。この問題、見た？はい。
あ、今放送されてました。はい。はい。もうバッチリ？面、バッチリだと思います。はい。じゃあ、どれですか？だるま大使？あ、だるまって読むのこれ。あ、これ、え？ごめんなさい。たつま？たつまですか？だるまじゃないですか？これって。え、俺、たつまって読んでた。たつま？何笑ってんの？え、ごめんなさい、ごめんなさい。え、たつまって読むんですか？これ。あ、だるまらしいよ。あ、だるまでよかったですか？だるまで言って。何笑ってんだよ。はい、答え。どれ？だるま大使ですか？はい。B のインドじゃないですかね。わかんないですけど、多分。保険かけるね。B だと思います。B ですか？うん。じゃあ、信じるよ。お願いします。はい。あ、ちなみに何歳？僕ですか？うん。僕25歳です。あ、今ちょうど仕事から、帰ってきて、今面白い放送やってるなぁと思って見てたんですけど。あ、本当にありがとうございます。はい。はい、いえ。信じます。本当に1000万円もし当たったら、ちょっと、分け前を。え？え？ごめんなさい、冗談です。はい。ありがとうございます。ああ、はい、ありがとうな。またよろしく、はい。すいません。はい。またお願いします。はい。お疲れ様です。失礼します。めっちゃ笑われたぞ。めっちゃ笑われたんだけど。じゃあね、ね、仕事お疲れ、ね、ありがとうございます。じゃあね、インド信じますんで、ありがとうございます。インドで。その答えが一度オレンジ色に変わるともう変更することはできませんよ。全然いいよ。もう一度信じてね、間違えんだったら本望だよな。その答えのままでいいんですね。いいよ。サンキュー、ありがとう、本当に助かったよ。よし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 。いや、テレフォン使うっしょ、怖いもん。だってさすがだな、ありがとうございます。あなたにはまだライフラインが3つとも残っていますよ。2つな。現在の獲得金額は75万円です。あとは自力、あと2回使えるよ。あと2回、これに正解すれば100万円。あと宮廷の人と、高校の時数学全国模試1位の人がいるんで、まあいけるでしょう。このシートを去ることができます。よーく考えてから次の問題に行きましょう。いけるよ。保険対応だからエロい問題はやめとこう、あの人はね。あ、長い間芸能界で活躍して国民栄誉賞を受賞した、本名をマスナガジョーブという人は誰？マスナガジョーブ？誰だよ、俺、黒沢明って、ね、黒沢明って監督じゃねえの？監督じゃ。ちげえの？もしもこの問題に正解すれば、竹尾？ 100 万円が確実に、竹尾？あなたのものになります。国民栄誉賞？芸能界でしょ？え、てか俺知らねえんだけど。全然。あ、映画監督も芸能界？え、チャンス問題？これなんか A の人なんか見たことあんな。なんか、名前。いや、名前はなんか知ってる。でも、どの人か知らないけど。名前がなんか見たことあんな、この。あ、男は辛いよ。トラさん。え、じゃあこれトラさんじゃないの？あ、ちょ、AV のタイトル書くのやめて。トラさんでしょ。だトラさんシリーズって相当長いんじゃないの？相当。長くない？相当長いよね。藤山一郎って、歌手？え、宮廷の人知ってるかね？え、でもここで使っちゃう？ここで。藤山一郎？芸能界で活躍なの？え、使っていい？これちょっと使うよ。
使え、ちょっと宮廷使っていい、宮廷使っていい。あ、待って、宮廷の人を取り込み中になっちゃったんだけど。取り込み中に、なんだよ、ここって時に、なんで取り込み中なんだよ。どうしよう、やってるよ。わかんねえからかこれ。この問題わかんねえっつって。マジかよ。え、数学行っていいの？行くか？難しいよね、これね。ちょっと、行こう。ここで間違えても嫌だし。行きます。行きます。数学全国模試1位。もしもし。もしもし。もしもーし。今マイク準備中かな？いや、出たよ。もしもーし。もしもーし。あ、チャットが来てる。あ、マイク調子悪いかもです。ごめんなさい。あ、そっか。どうするこれ。マイク調子悪いって。じゃ、チャットで送ってくるか。チャットで。じゃ、チャットで。チャットですかね。A だと思います。ありがとうございます。なんか、すいませんね、ちょっとね。じゃあ、信じます。ありがとう。さあ、マイクが調子悪いけど、ね？こうやって、ね、出て、書いてね、答えをくれたんで、私はね、信じたいと思います。これ何？悪み？厚み？あ、なんちゃら清志。いきます。本当に、今の答えで。いいです。リスナーを信じて間違えるんだったら、本望です。もしもこの問題に正解すれば、100万円は確実にあなたのものになります。でも、残念ながら正解ではありません。代わりに、10万円だけ持って帰ってもらいます。いや、トロさん、え？正解は、C でした。いやあ、あなた10万円を獲得しました。あのね、ちゃんと謝罪してるんでね。謝罪してるんで許そうと思ったけど、これ謝罪してるよね、ちゃんとね。謝罪になってる、これ。これ謝ってるよね、ちゃんとね。これ許した方がいいよね。NG ぶっこめ。まあ、しょうがないよ。だってこの人数学専門だもん。数学の問題だけだね、これね。しょうがないよ。だって保健体育で赤点取ってんだもん。赤点。仕方なくない？それはしょうがないよ。15問のクイズ。1000万円。あ、立ち見分かった、立ち見分かったよ。B ね。テレフォン、オーディエンス。準備が整ったようなので、早速始めましょう。宮廷がね、まだね、取り込み中なんでね。クビにしろ？いや、難しいよ。だって、芸能界わかんないもん。英語ではヘア、またはラビットという耳の長い動物はどれ？ウサギでしょうよ。ふざけんねん。やったれ！ 1 万円獲得。ちょっと何やってんすかって。さっきのね。次の問題を見てみましょう。あ、来ましたよ、また。2万円の問題です。これ顔でかな？グレートブリテン及び、北アイルランド連合王国の通貨単位は何？時間はたっぷり。これポンドでしょ？ポンドしかない？ C が正解だと思うんですね。いいね。他にないじゃん。そんなあなたに2万円。
マルクって。1、素晴らしい。ワンエリザベスってお前。3万円の問題です。見たこと会えなかった。電話番号を知りたいときにかける NTT の電話番号案内の番号はいくつ ?1? 時間はたっぷりとあります。ゆっくりと考えます。わからないんだけど。118かな？あなたにはまだ。ね、アンケート使っていい？アンケート。テレフォン。アンケート使っていい？アンケート。いや、正直わからん、これ。あ、今かけて、いやでもこれなんか違かったら嫌じゃない？いや、わかんないし、これ。でも118っぽいよね。いや、ね、これなんか、かけてさ、もし違うのでなんか、怖いんだけど、大丈夫？怖いもん。104。信じていいの？これは。信じるよ。本当に。いいんだな。今の答えで間違いありませんか？3万円かかる。ああ、ありがとう、本当に。ありがとう。まあ、こういう簡単な問題はね、コメントで。現在あなたは3万円獲得しています。それじゃあ5万円の問題です。はい、ジェームス・キャメロン監督の映画タイタニックの主演男優は誰？トム・ハンクスでしょ。トム・ハンクス B ですね。ここまであなたは3問の問題に正解してきました。でもここがあなたの限界だったようです。残念ながら正解ではありません。正解はA でした。嘘でしょ。嘘だよこんなの。いや、タイタニックって知ってる？ねえ、あの名シーンのやつ知ってますよ。嘘でしょ。ディカプリオなの？つぼみがこまねちゃって、さっき見たらつぼみがね、おにぎり、コンビニで買ったおにぎりを、海苔をね、破かずに、包装を開けるっていうね、やつやってて。ちょっと笑ったわ。お祭りや縁日などの、出店で、すくって遊ぶ魚、金魚でしょ、金魚。お前、サメなんかすくえっかよな。バカにしてんのかよ、ほんとに。バカにしてんの？すくえるかよな、あんなの。抱えるんだよ。東北地方の代表的な祭りである、ねぶた祭りが、青森県です。常識。すごい !2 万円獲得。常識ですよ。1000万円まで残りあと13問。はい。3万円の問題です。あ、みんな宮廷がオンラインになったよ。宮廷が。陸上競技のうち、競技場で行われる100メートルなどの走る種目を総称して何という？時間はたっぷり。トラック競技でしょ。ゆっくりと考えてください。と答えましたが間違いありませんか？トラックだよ。他にないでしょ。3万円獲得。ああ、よかった。ダンプはな、うちが仕事で使ってんだよ。残りあと12問。ここで5万円の問題です。はい。慌てないでいきましょう。次のうち速さを表す単位はどれ？速さ？速さ？ノット？時間はたっぷりとあります。え？ゆっくりと考えてください。音数？ところで、ノットって何？あなたにはまだ50/50。音数ですよ。音数。別に、いや、マイルは距離でしょ。マイルは。マイルは距離だよ。それでは聞きましょう。音数じゃない。ノットって何？音数でしょ。本当に。音数は重さ？間違いありませんか？ここまであなたは3問の問題に正解して。待って。だってマイルって距離でしょ。でも、ワットはなんだ、電気の。残念ながら。正解ではありません。正解は D でした。待って、
やばいやばい。やばいって。え、ノットなんて俺初めて聞いたんだけど。カンコレなんてやんないもんだって俺。やべえよ。ワンス、いや、なに、ワンスって何、重さ？お、あ、オンスか、オンス。使わねえ、そんなの。15問のクイズ、1000万円。じゃあ、オンスは？オンス。テレフォン、オーディエンス。準備が整ったようなので、いやー、使わないって。早速始めましょう。1万円の問題から。オンスはボクシンググローブの重さ？みんなカンコレやってんだろ、カンコレ。次のうち東海道新幹線はどれ？と、光？ B です、ね。光だよね。正解。1万円獲得。怖い。こんな問題も怖い。どうしよう。これですら怖いんだけど。次の問題を見てみましょう。よかった。2万円の問題です。自信ないよ。え、電気製品の街として世界、秋葉原でしょ。秋葉原。いいね、余裕だよ。そんなあなたに2万円。いや、難しいよね。巣鴨じゃないだろ。素晴らしい。それでは3万円の問題です。はい。 JR で出勤するサッカーの審判員が電話をかけるのに使うプリペイドカードどれ。え、テレフォンでしょ。時間はたっ、サッカーの審判関係あんのか。いい、ね、それが正解だと思うんですね。3万円獲得。なんだそれ、なんだこの問題。ひでえ問題だ。3万円獲得しています。それじゃあ5万円の問題です。はい。え、地球の重力加速度を表すアルファベット1文字は何。重力加速度は G でしょ。 G。 A ですね。 G だよ。その答えで正解。5万円獲得。オッケーオッケーオッケー。あなたにはまだライフライン。 A ですね。 G です。1000万円まで残り11万。エッチ好きだろって。これに正解すれば10万円もらいます。はい。それでは行きましょう。さあ来いや。英語でソイソース呼ばれ、ソ、え、ソイソースは醤油だよね。醤油。これはもう簡単よ。いいですね。はい。それが正解だと思う。醤油です。ずいぶん自信があったみたいだけど。あるよ。その通り。醤油こと10万円はあなたのものです。ソイってなんだかあんのってちょっとうおーってやめよう。さあいいね。まだアンケートもね、テレフォンも残ってます。あ、大豆のことなんだ。今10万円を手にしました。これでいつでも10万円を持ってドロップアウトすることができます。はい。それでは次の15万円の問題を見てみましょう。これで10万円ちょろいって言うじゃん。ただしこれ簡単な問題で間違えたら一生ね、生き恥を晒すから生き恥をね。自動車レースのルマン24時間が行われる国はどこ。え、イギリスでしょこれ。イギリス。え、フランス。時間はえ、ツールドフランス、あ、ゆっくりツールドフランス、フランスか。ところで、あなたにはまだ、50-50、テレフォン、オーディエンス、え、でもルマンだよ。ルマン。何ルマンって。ルマン松井知らず？何ルマン松井って。あ、でもツールドフランスってそれ、自転車だよね。これ自動車だぜ。自動車。自動車だよ。ドイツだぞ。自動車って言ったらドイツじゃない？あ、ルマンは別？お前は考えんな。フランス？え、待って、いや、これアンケート使おう。もう、ここで間違いないだな。発音でわかる？ルマン。ルマン。ルマンド？
ルマンドって、ルマンドってあるね。ポロポロするやつ。あれ関係あんの？あるあるある。ルマンドって食べづらいやつ。で、よくお母さんに、あんた机の上で食べなさいよって言ってさ、言われて。関係あんの？ほら、そこだと床にポロポロ落ちるから、机の上で食べなさいって言って、よく怒られたよ、俺。ティッシュ引けよ。これちょっと、アンケート使うね。アンケート。アンケート使います。もったいないって言うけど、でもこれ間違えたらやだもん。ルマンは地名？フランス？よく男のルマンって言うだろうって。それロマンな。フランス？いいじゃん。使うよ。本当に。でもね、俺大学でドイツ語やったんだよね、ドイツ語。間違えありませんか？やった。じゃあ D ね。あなたはすでに10万円を獲得しています。それが今15万円。ああ、よかった。本当だ。ドイツ語やったよ。で、なんかドイツ語で、じゃあ近くの人と一緒にドイツ語で喋ってみましょうみたいなの言われて、おめでとう。めっちゃ困った。15万円獲得。続いては25万円の問題です。マラソンで 5km ごとに区切って計測したタイムを何という？ラップタイムでしょ。これはわかるよ。いいですね。ラップタイムだよ。これはもうね、常識問題。あなたはすでに15万円を獲得しています。はい。でも、今はそんなに持っていません。そう、あなたの答えは間違いでした。え？15万円のうち5万円が消えて10万円だけ持って帰ってもらいます。正解は C でした。え、ラップタイムじゃないの？じゃあ、テレフォン使ってね、今日。全然、テレフォンを。テレフォンがあんのに。ちょ、お待たせして、すいません、ちょっと、テレフォンの人ね。あ、ラップは周回？一周ごとの？15問正解すれば1000万円が待っています。準備ができたようなので、1万円の問題から。わかった、ゆっくり考えよう。ゆっくり。問題が出たらまずコントロール OK。 でもコメント全部読んでさ、答えみんなと相談しちゃったらねえ、意味ないと思うんだよね。次のうち鬼が登場する昔話はどれ？桃太郎で。 D ですね。やったね。やったね。1万円獲得。だコメントはだから基本的にそんなに読まないでやりたい。投げ上げた物体が地面に届くまでに描く曲線、放物線です。正解。はいはいはい。2万円獲得。頑張ります。これ前みたいな。素晴らしい。それでは3万円の問題です。こいつ煽ってんな、このミノモンタ。JR 上野駅前に猟犬のツンを連れた姿の銅像が建てられているのは誰？西郷隆盛。B ですね。これはわかるよ。3万円獲得。この人すっごでしょ。1000万円まで残りあと12。ポンポンいきたいね。ポンポンね。ここで5万円の問題です。慌てないでいきましょう。俺はケツも生まれてない。英語でハミングバードという世界最初の鳥類、鳥類は何？時間はハチドリでしょ。ハチドリ B ですね。それが正解だと思うんですね。はい。素晴らしい。これは当然で。5万円獲得。
ホラゲー終わったよ。あなたにはまだライフラインが3つとも残っていますよ。はい。1000万円まで残り11問。はいはいはい。これに正解すれば10万円もらえます。初取り知ってるよ。それでは行きましょう。ことわざで、厚物に懲りて吹くものは何？生す。ことわざで、厚物に懲りて、この問題まではもしも正解できないと1円も持って帰ることができません。生酢を吹く。ですからゆっくりと考えてください。厚物って何？鉛？生酢は吹かねえよな。でもな、生酢ってなんだ？熱いもの？ナマコってあの気持ち悪いやつでしょ？あの気持ち悪い。ナマポ。ナマコってあの気持ち悪いやつですね。気持ち悪い。鉛？アンケート使うわ。アンケート使います。お願いします。ちょっとこれコピーしとこう。頼む。生酢って何なんじゃ？生酢って。何じゃ？答えて。酢の物？いや、ない食ったこと。結果いきます。おー。まあ、これはじゃあ、C なんだろうな。じゃあ、生酢で。ファイナルアンサー。はい。生酢だけ何か分かんない。ずいぶん自信があったみたいだけど。はい。その通り。よし。ありがとう。10万円はあなたのものです。大根人参の酢。いや、囲い多いってか多分ここで間違えたらつまんねえからじゃないの。こんなとこで間違えてたら、もう全然ね、楽しくないと。正月食わないな。これで10万円はあなたのものです。はい。次は6問目。これに正解すれば15万円獲得できます。はいはいはい。人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとしとは誰の言葉？こんなん知らない。こんなの。いや、これ使うよ。テレフォン、わかんないんで使います。これはね、多分ね、難しいから、ゆっくりと考え、現宮廷のね、あなたにはまだ、現宮廷いきます。現宮廷。オーディエンス、いきます。3つのライフラインが残っていますよ。もしもし。もしもし。あ、現宮廷の、今誰か来ちゃった？あ、ちょっと今無理っぽいですね。あ、来てしまったんで。はい、後で、じゃあまたね。申し訳ないです。はい、大丈夫です。はい。じゃあ切ります。はい。ピンポーンって。ピンポーンって聞こえちゃった、俺。じゃあね、これはなしで、ね。じゃあ、今度は、なんかこの、これは、なんか、これ打ってきた人いるんだけど、これは顔ごてなの？これは。これ顔ごて？ヒロシ？かけてみっか。いや、今の話だよ。今のテレフォンは。頼むぞ。もしもし。もしもし。あ、ミュートにして。もしもし。もしもーし。お！え？
もしもし？もしもし？ピロロンって。あ、聞こえました。あ、いけます？はい、大丈夫です。失礼しました。はい。これは僕が勝手に思うことなんだけど。勝手に？ごとしってついてるんで、はい、昔の人の言葉だと思うんですよ。はい、まあ、全員これ昔の多分人だと思うんだけど。はい。その戦国時代的な。はい。なんかあるよね、あの、ね、動かさることを山のごとしみたいな。そうそうそう、そういうことっす。はいはいはい。なので、どう思います？俺はね、確かにその今の聞いて、徳川家康かなって。あー、うん。僕はどっちかっていうと A かなって思ってたんですけど。あ、平の清盛。はい。まあ、その、A か C かで。あ、やっぱ A か C。できたらと思います。A か C？ え、その、C か A かってことですよね、多分。うん。で、どれだと思う？最終的に。僕は A だと思います。A ですか？はい。わかりました。信じてください。はい、信じます。はい、頑張ってください。はい。ということで、まあ、戦国時代らしいんで、平の清盛で、いいんだろう。まあ、俺正直な、俺わかんないからこれ本当に何、全部。平の、じゃあ信じます。本当に、今の答えで。え、戦国じゃないこれ。平の清盛戦国じゃないの。いや、でも、信じるよ、俺は。信じます。頼むぞマジで。どうやら自信たっぷりのようですね。でも、残念ながらあなたの答えは間違いでした。え？正解は C。俺合ってんじゃん。俺が合ってんじゃん。ちょっとなんだよ。なんだよ。俺合ってんじゃん。まあ仕方ないよ。間違えることあるよね。誰しも。リスナー全員 C だった。戦国時代一人しかいない。15問のクイズ、1000万円、3つのライフライン、50-50、テレフォン、オーディエンス。トム・ハンクス。準備が整ったようなので。合ってたな、でもな。早速始めましょう。1万円の問題から。逆に聞かれちゃったからね、俺。あのね、使えねえやつって言ってるな、やつな。お前かけてこいじゃん。陸上競技のリレー種目で最後に走らせ、アンカーです。やったね !1 万円獲得。よし。次の問題を見てみましょう。2万円の問題です。はい。英語の B 動詞が主語が I の時に変化する形はどれ？ AM ですね。正解！ 2 万円獲得。はい。さっきの人がリベンジさせてくださいって。それでは3万円の問題です。リベンジ。まあでも他に人がちょっといるんで、それが終わり次第ね。はい。もし機会があれば。美しい、新しい、大きいなど、時間はたっ。これは形容詞だよね。形容詞。A と答えましたが間違いありませんか？はい。大丈夫。正解したので3万円獲得。現在あなたは3万円獲得しています。それじゃあ5万円の問題です。四つ玉ポケットスリークッションといえばどんなゲームの種類？ビリヤードじゃないの？ビリヤードでしょ？B ですね。それが正解だと思うんですね。四つ玉？素晴らしい。あ、よかったよかった。5万円。ゲートボールはないよ。あなたにはまだ 50-50、はい、テレフォン、オーディエンスと3つのライフラインが残っています。はい。1000万円まで残り11問。これに正解すれば10万円もらえます。はい。それでは行きましょう。台風が通った後の好転を意味する台風一過の正しい漢字はどれ？台風一過？
え、B じゃないのこれ、普通に考えて。B でしょ。B ですね。通り過ぎる。それが正解だと思うんですね。過ぎたっていう意味で、B でしょ。ずいぶん自信があったみたいだけど。え、一個はないし。その通り。え、そうだよね。あ、よかったよかった。10万円はあなたのものです。怖いわ。怖い怖い。怖すぎん。いや、まだいけるよ、俺は。これ、プレイステーション。今、10万円を手にしました。はい。これでいつでも、10万円を持ってドロップアウトすることができます。オッケー。それでは、次の、15万円の問題を。今日クリアだろうね。次のうち、蛇の種類はどれ？山嵐でしょ？山嵐。これは知ってるよ。B ですね。これは山嵐だよ。どうやら。え、山嵐だよね。プリのようですね。俺なんか知ってるよ、これ。でも、残念ながらあなたの答えは間違いでした。え？正解は、C でした。え、山嵐って何じゃあ。山嵐って。10万円はあなたのものです。残念ながらこれ以上先に進むことはできませんが、ぜひまたすぐに再挑戦してください。クイズ。なんか軌道だったけどな、俺。あ。あら、かわいい。これがね、これが山嵐らしいよ。山嵐。らしいよ、これ。もうちょっとやろう、もうちょっと。蛇じゃない。マジかよ。さっきのピンポンの現宮廷の人NHK だったって。10問正解すれば1000万円が待っています。NHK だったよ。準備ができたようなので、NHK 1万円の問題から。え、この時間に来んの NHK って。マジかよ。英語でサマーという季節はどれ。夏。お疲れサマー。正解。1万円獲得。次の問題を見てみましょう。2万円の問題です。奇変に春、椿。いいね。余裕だから。2万円。こんなん。早いっしょ。素晴らしい。それでは3万円の問題です。わかるから俺。今年が馬年だとすると、来年。ねえ、牛、トラ、ウ、タツミ、馬、羊だよね。羊。羊で。C ですね。3万円獲得。オッケーオッケー。現在あなたは3万円獲得しています。それじゃあ、5万円の問題です。あ、すげえ。なんか来たぞまた。時間はた頼れそうな。あります。モサが。ゆっくりと考えてください。ルマン24時間レースで迷われたり、スプリットタイムで間違われているようなので、スポーツ問題をお答えさせていただければ。ちなみに格闘系は疎いです。オフラインになっても中身はいる。はい。ありがとうございます。じゃあスポーツ系はこの方がいいってことね。ありがとう。いいな。陸上競技？あれ？陸上競技の三段跳びで、右足で最初に踏み切ったとき、最後の跳躍はどちらの足？あ？三段跳びで？右足で？踏み切って？左？右？左じゃない？え、違う、右、右だ！え？右足で踏み切って飛んで、左で
また飛んで、右飛んで、左飛んで、え、でも正直どっちでもよくない？どっちでも。決まってんのこれ。どっちでもいいよね、正直。え、決まってんの？え、でも正直だったらさ、交互じゃない？右左右じゃないの？片足連続で飛ぶの？右右左ってさ、右右左ってさ、だって勢いつけてたらさ、もう、こけるよ、それ、そんなの。え、嘘でしょ？え、じゃあもう、ちょっとスポーツのやつ行くぞ。スポーツの。行くぞ。そんなルール知らないもん。もしもし。もしもし。あ、すごい。ハスキーな。早速かけていただいてありがとうございます。はい、ちょうどね、スポーツの問題が来たんで。はい。わかりますか、これは。普通に考えたら右ですよね。まあ、右で。そう、交互に。一歩目いって。そう、俺も思ったんだけど。最後、右で踏み切るじゃないですか。はい。で、とりあえず、5万円の問題なんで、はい、ここまで引っ掛けることはないと思いませんか？どっちでもいいとか。ということは、100% 分かってるわけじゃなく、はい、まあ、この程度の問題なら引っ掛けはないだろうと、そういう予想で、普通に考えたら右かなと思います。普通に考え、常識的に考えて、はい、右だと。はい。わかりました。じゃあ、信じますね。お願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。ということで、ね、5万円で引っ掛けはないだろうと。だから普通に考えて、右左右、つまり右だろうと。そういう、単純な考えで、右でいいんだろう。ということで、信じます。本当に今の答えで間違いありませんか？いいです。ここまであなたは3問の問題に正解してきました。でもここがあなたの限界だったようです。え、残念ながら正解ではありません。正解は D でした。ちょっと、スポーツ専門？残念でした。無一文になってしまいました。まあ今日は日が悪かったんだと諦めるしかないね。でもね、次こそは成功すると思うよ。クイズミリオネア。なんか変なやつ来たぞ、なんか。変なやつ。こいつなんだこれ。恐れ入ります。山嵐、平の木森、フランスのルマンドなど、常識問題に関して間違いが多いと感じました。良ければ、アダルト問題、特に、四十八手に関しては、私の、お任せくださいって、出番ねえよ。二度と来ねえよ、出番。あんのか？あ、さっきの方、すまん、三段跳びはやったことないって。だろうな。うん、そうだろう、そうだろうな。あ、魚屋さんがいるよ。魚屋さん。15問のクイズ、1000万円、3つのライフライン、いや、じじゃないですよ。テレフォン、オーディエンス、準備が整ったようなので、早速始めましょう。魚屋さんがいる。1万円の問題から。じゃ、頑張ろう。今日もうちょっと行くぞ。いや、今日霧のいいとこで終わります。漫画サザエさんの原作者で、え、わかんないんだけど、正直。D かな ?D? 長谷川真知子。え、わかんないんだけど。ゆっくり。いや、桜桃子が違うのはわかるよ。ところで、池田理代子。あなたにはまだ、50/50。
横山。テレフォン、オーディエンスという3つのライフラインが残っていますよ。テレフォン行くこれ。テレフォン使うか。あ、サザエさんといえばね、お魚くわえたドラ猫。じゃあ魚頼むか、これ魚屋さんに。え、四十八っていけ、四十八って。でもなんか四十八ってのやつなんか退席中になっちゃったな。え、 C でいい。じゃあ C 行くよ。じゃあこれは、これはいいよね。それでは聞きますよ、ファイナルアンサー。やったね。ほんとだ。え、なんで知ってんのみんな、なんで知ってんの。2万円の問題、常識じゃないでしょ。あ、平方根ルートの記号、ルートはもともとどんなアルファベットを略したもの。時間はたっぷりとあります。ルート、ゆっくりと考えてください。ところで、あなたにはまだ R じゃない。 50-50 R、 テレフォン、オーディエンスという3つの小文字の R じゃない。小文字の R。 え、 Y に似てる。 R じゃね、ルートの R じゃないのねえ。そうでしょ。でなんか M っぽくもあるよね。まあでも R でいいっしょ。あ、よかった。あー、よかった。あーあー、怖い。素晴らしい。それでは3万円の問題。意外とこれ難しいの出るよ。カレーやシチューにとろみをつける小麦粉をバターで炒めたものをなんというルーです。時間はたっ B ですね。それが正解だと思うんですね。3万円獲得。ルーで1000万円まで残りあと12問。はい、ここで5万円の問題です。天才って。慌てないでいきましょう。これは常識だよ。月のクレーターです。これはもう簡単。 C ですね。はい、素晴らしい。5万円獲得。これは分かんないと。あなたにはまだライフラインが3つとも残っていますよ。はいはいはい。次の問題に正解すれば10万円を手にすることができます。それでは行きましょう。あ、理数、現理数系教師です。先生来た、先生、先生来たわ。先生、現役教師が来ました。しかも見て、この、名前のね、後にこの、この問題まではアットアーク応援ってね。1円も持って帰ることができます。これはもう、これは期待していいでしょ。考えてください。アットアーク応援って。あ、あ、もう一人なんか、一般問題や、地理問題などに自信がある。ありがとうございます。行こう。アルゼンチン、コンチネンタルなどが、などの種類があるダンス音楽は何？コンチネンタル？マーチ、ルンバ、ワルツ、アルゼンチン、コンチネンタル。え、わかんない。どれだよ。いや、こういうのは知らないよ、俺。ちょ、テレフォン行く？アルゼンチン。アルゼンチンって、あ、チンだけに、四十八って。でもだって四十八って取り込み中なんだもん。取り込み中だ。退席中になってる。アルゼンチン、コンチ。ちょっとわかんないなぁ。こう書けるか、ちょっと。一般問題かな、これ。一般問題。
で、さっきからさ、なんか、ダルビッシュがさ、電話しろって言ってるから、ダルビッシュ言っていい？ダルビッシュ。ダルビッシュしつけんと、なんか。ダルビッシュ行くね、じゃあ。しつけんで、こいつ、なんか、さっきから。ダルビッシュアットウホウホマンボって書いてあるウホウホマンボってほんもの？ダルビッシュ？ね、ちなみにこれダルビッシュ？これダルビッシュ？合ってるこれ？違う？いやなんかこれサムネになってるんだけど。これダメかな？なんでダルビッシュ？ダメだな。うな。どうする？じゃあ他の人行くか？一般問題かなこれ。あ、先生行け？現役の？じゃあ先生お願いしよう。先生。もしもし。はいはい、もしもし。もしもし。先生。はいはい。質問があります。どうぞ。アルゼンチンコンチネンタルの種類があるダンス音楽は何ですか？ですね。アルゼンチンタンゴっていう。はい。ダンスがあったのを、はい。知ってます。さすが先生。なので、コンチネンタルは、どれかはちょっとわかんないんですけど、アルゼンチンって言われたら多分タンゴの、あるんですけど、他はちょっとわかんないですね。違ったっす。すごい先生っぽい、さすが。あ、とんでもないです。いい声してますね。ありがとうございます。ちなみに、学校？小学校？中学校？高校？中学理科ですね。へぇー。やるね。若いでしょ？いや、でも28ですね。あ、そうなんすか？はい。急にちょっと、なんか敬語っぽくなっちゃった。じゃあ、ありがとうございます。信じますんで。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい。いやー、これはね、いいですね。じゃあ、単語で。アルゼンチン単語。あるらしいんで。自信はありますか？ね、まともな人来たって言うと、今までの人はね、まるでまともじゃないみたいな、ね、ことになっちゃうんで、やめましょう。ずいぶん自信があったみたいだけど、ありがとうございます。さすがだね。さすが。見てみんな、俺、中学のね、理科の先生に、応援されてるから。みんな、俺、応援されてんぞ、先生に。すごくない？よかったね。今、10万円を手にしました。これでいつでも10万円を持って、生徒見てるのかな？することができます。それでは、次の15万円の問題を見てみましょう。もう先生にはぜひともね、俺の配信を生徒にね、おすすめの面白い放送あるよっつって、ね。ぜひともね、宣伝してほしいね。原油に代表される液体の貨物を輸送するために作られた船のことを、あ、これもうやったね。タンカーだよね。これやったわ。C ですね。もう被ってんの？二日目にして。おめでとう！ 15 万円獲得です。同じ問題でやっぱ出るな。はじめ社長見てる。なんかはじめ社長の家が特定されたって。賞金もどんどん上がります。あなたは15万円を獲得しました。一週間に一回、まあ今んとこそんぐらいかな。残りあと9問。25万円の問題です。
鎌倉時代に近海和歌集を作った将軍は、いや、これわかんないよ、これ。これはもう、わからんよ。ちょ、誰か行こう。時間はたっぷりとあります。ちょ、これは行こう。あ、行けますって、この、ところで、現宮廷の、現宮廷から、行けますっていうね、この、積極的な、いただいたんで行こう。もしもし。もしもし。どうも、さっきは申し訳ないです。いえ、全然、NHK はどうやって撃退した？いや、撃退できてないですね。え？契約したの？契約した。契約した？あ、しちゃいましたね。あー！やっちゃった。まあまあ、でも実際に集金しに来るわけじゃないみたいなんで。え？集金しに来るわけじゃない？引き落としらしいんで。いやー、それでもね、ダメで負けちゃう。負けてしまいましたね。あら、俺でも断ったのに。マジっすか？うん。追い払ったよ。まあ、どんまい。じゃあ、この問題じゃあ、ね。いいですか？ OK、いきます？ A の源の実朝ですね。あ、実朝って読んだこれ。読み方すらわかんなかったもん、はい。じゃあ、信じますね。お願いします。はい。絶対合ってると思うんで。お、絶対。これはもう信じていいね。はい。頑張ってください。はい、ありがとうございます。失礼します。負けちゃったんか、NHK に。負けちゃったの。そこはもうね、宮廷の力を生かしてさ、なんか、法律的なね、話をして、それ法律的にいいんですかみたいなね。やればよかったのに。いや、なんか解約はね、難しいんだってよ。じゃあ、この、源の実朝、行きます。この答えで本当に、いいんだね。え、解約簡単？あ、本当に？正解！ありがとうございます。いや、なんかその頭脳を生かしたさ、なんか頭脳プレイで、断る言い訳も、できそうだけど。さすがだね。もうテレフォン2回使ってたよ、2回。50万円があなたのものになります。よーく考えてください。ここでドロップアウトしても構いませんからね。それでは、次の問題です。何回詳細に一応書いたんだけど、テレフォン1回と、あと、アンケート1回使います。あと。ノーベル賞に名を残す、アルフレッド・ノーベルはどこの国の人？アルフレッド・ノーベル？ノーベル賞のノーベルさん。ノーベルさん。ノーベルさん。いやー、これわからんなー。ノーベルさん。この問題に正解すれば50万円があなたのものになります。ただし間違えるとあなたは。え、ノーベル賞受賞式ってどこでやるんだろう？俺わかんない。フィンランドじゃないと思うんだよね。フィンランドでは。考えてください。デンマーク、ノルウェーあたりじゃないの？多分。ねえ。え、C しかない？ノルウェー。C。正直、ノーベル賞とかさ、興味ある？みんな。興味ないもん。だって。あんの？寒い国。いや、寒い国って言われても場所すらわかんないもん。デンマークとかノルウェーとか。ノルウェー？信じます。自信はありますか？はい。あなたはすでに25万円を獲得しています。はい。でも15万円を失って10万円だけ持って帰ってもらいます。え、そうです、間違いです。正解は D でした。なんなの、これクリアできんのか、本当にできんのこれ。
いや、寒い国だから分かんないよ、場所が。国の、それが。いつになったら俺このシーンを超えられんの？シーンを。じゃあ次ラストね、今日。今日ラストで。シーンっていうこのなんか元々入ってるやつ。15問正解すれば1000万円が待っています。準備ができたよ。100万今日いってないかもしれない。1万円の問題から。全部先生に聞け。いや、せっかく企画なんでね。アッサムダージリンなどの種類がある飲むのは何。アッサムダージリン、コーヒーでしょ。これは15問のうちで最も簡単な問題でした。でもあなたは間違えてしまいました。ダージリンコーヒー、正解は B でした。お疲れ様でした皆さん。またね、お会いしましょう。ちょ、もう一回ちょ、もう一回出してダージリンコーヒーで聞いたことあったけど、聞いたこと嘘でしょ。何、脳みそダージリンって。これラストね。あ、ダージリンティー。15問のクイズ。いや、わかんない。1000万円、3つのライフライン、50-50、テレフォン、オーディエンス。準備が整ったようなので、早速始めましょう。猿かよ。1万円の問題から。いや、48ってだから、あ、オンラインなってる。オンラインに。なってる。なってるよ。ふざけんなよ。あ、これ数学聞く？数学の人に。まあ、いっか。やったね。舐め腐ってんな。いくらな、簡単な問題間違えたかだって、こんなにね、簡単な問題になるか。次の問題を見てみましょう。2万円の問題です。13日の金曜日があるのは、1日が何曜日の月？待って。金。月か水木金。時間はたっぷりとあります。ゆっくりと考えてください。ところで、あなたにはまだ50-50。月か水木金土日。オーディエンスという3つのライフラインが残っていますよ。月か水木金。え？火曜じゃないの？待って。1日が？月、火、水、木、金、土、日。月、火、水、木。土。日曜日だな。日曜日。ファイナルアンサー。いいねー。ああ、よかった。そんなあなたに2万円。よしよしよし。1000万円まで残りあと13問。3万円の問題です。合ってりゃいいね、合ってりゃよ。次のうち、知能指数を表すものはどれ？ IQ。時間はた、C が正解だと思うんですね。え、AI って違うでしょ？え、AI？ IQ？ AI？え、IQ じゃないの？ IQ でしょ？え、IQ 人工知能？え？ IQ でしょ？その答えが一度IQ だよね。変わるともう変更することはできませんよ。いや、AI は違うでしょ？もう一度聞きます。その答えのままで、いいんですね。いや、AI ってだって、3万円獲得。よかった。よかった、もうAI はアントニオ猪木。3万円獲得しています。それじゃ、よかった、ほんとに。もう人気お笑いコンビ、あ、もう石橋貴明だよ。 A ですね。余裕ですよ、こんなの。その答えで正解。はいはいはい。5万円獲得。
イッシャンは眉優だよ。眉優。あなたにはまだ50-50、テレフォン、オーディエンスと3つのライフラインが残っています。トム・ハンクスじゃねえよ。1000万円まで残り11問。これに正解すれば10万円もらえます。はい。それでは行きましょう。1972年に先生を歌って、あー、森まさこだね。B ですね。それが正解だと思うんですね。あなたの答えが正解ならば10万円があなたのものになります。これはもう当然で。やったね、正解です。で、なんか森まかそ、まさこと、なんだっけ、ワンオークロックのね、ボーカルが親子なんだっけ。森高子ね。今10万円を手にしました。これでいつでも10万円を持ってドロップアウトすることができます。愛人？それでは次の15万円の問題を見てみましょう。はい。いや、芸能わかんない俺。水の分子を構成する元素は水素と、H2O。酸素ですよ。B ですね。H2O で。酸素で。え？いいんだよね。あなたはすでに10万円を獲得しています。それが今、15万円。やめてもええとか言うの。怖いからさ、ほんとやめて。やめてくれ。ここからはさらに問題。正直言っていい、あのね、みんなのコメント、身のもんたより立ち悪いよ、ほんとに。正直。身のもんたより立ち悪いわ。25万円の問題です。超ビビるから、ほんとに。えへへじゃねえよ。森鴎外の代表的な歴史小説の題名は何？騎馬一族。いや、違う。安倍一族だよね。これ知ってるよ。安倍一族。A ですね。はい。これは知ってるよ。正解！オッケーオッケーオッケー。これは知ってる。しゃ、いい感じ。ドロップアウトしないよ。まだ俺テレフォンも残ってるよ。テレフォン3つ。3つとも残っています。アンケートも1個。次の問題でちょうど1000万円獲得できる15問のクイズの折り返し地点です。はい。頑張ってくださいよ。50万円の問題。世界遺産にも登録された合掌造りの家で有名な白川橋。いや、これはわからん。これは、これは、待て、これわからない。さっきチリ、この問題に一般常識とチリに自信がある。ただし間違えるとあなたは、あ、でもこれ退席中になってる、退席中。退席中だわ。ダメだ。ゆっくり考えてください。退席中になってる。じゃあちょっと、魚じゃないしな。四十八ってもね、退席中なんだよね。なのでちょっと猫先生っていうね、人に。行こうかな。猫先生。ちょっと行きます。え？話し中だって。話し中。行ったことない人。え、魚屋さん行っていい？魚屋さん。魚屋さん行っていいかな？お魚屋さん。いい？魚屋さん行くよ。
もしもし。はい。ちょっと、魚関係ないけど。そうですね。いけますか？まあ、わかんないことといえば。はい。なんでこの問題で俺にかけてきたのかが。いや、他の人も一回かけてて、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。まあ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 。で、いけますよね。まあ、この中で、はい。白川郷があるのは、え、白川郷？え、これ白川郷じゃないの？白川郷があるのは、え？はい。この、長野県か岐阜県。おう、A か D と。A か D なんですよ。はい。で？そうですね。D でいきましょう。D で、岐阜。岐阜県。地震はどれぐらい？僕が三枚おろし成功するぐらいの。三枚おろし？地震はありますね。え、どれぐらいの割合で、迷った？ A と D。岐阜7割、長野3割。おー、なるほどね。じゃあもう、これはまあ、大丈夫かな。まあ、いけるでしょう。じゃあ、お魚屋さんを信じます。任せてください。はい、ありがとうございます。はい。はい、ということで、まあ、7、7、3なんで、岐阜でいいでしょう。三枚おろし、まあ、魚屋さんだよ。三枚おろしなんてできるでしょ。いきます。それでは聞きますよ。ファイナルアンサー。頼む。頼む。できれば新たに50万円獲得ですと言いたかった。え？でも今私は新たに言わなければならない。50万円獲得です。マジ見のしねえよな、本当に見のしねえよなあ。本当の見のしねえや。50万円があなたのものになりました。あんま言いたくねえけど、これあと7問。次の問題に正解すれば賞金は75万円になります。それでは行きましょう。あ、3枚おろし成功ね。殺害予告じゃないよ。山口百恵の歌手としてのデビュー曲はどれ。これは俺の年齢にはきついだろう。いい歳してそうな人いねえか、これ。いや、わからない、これ。だって年齢いってそうな人いねえかな。失礼だけど、ちょっと失礼だけど、年齢いってそうな人いねえ。50万円持ってドロップアウトすることもできます。また、俺の父親がね、山口百恵好きだったんだもん。それぐらいのレベルの、ね、じゃないと。親父に聞けて無理だろ、そんなの。どうしよう。退席中、もうでもかけた人いない、かけてない人いないんだよな。みんななんか退席中で。あ、あ、さっきの顔コテのリベンジさせてくださいっていう人行く？この人。行ってみっか。若いのか？もしもし。もしもし。あ、もしもし。もしもし、おいくつですか？ちょっと今放送見てなかったんですけど、大丈夫ですかね？あ、大丈夫。じゃあ、俺が読もうか。あ、じゃあ実際のあれみたいな感じでお願いします。はい。山口百恵の歌手としてのデビュー曲はどれ？はいはい、山口百恵。はい。はい、デビュー曲はどれ？ひと夏の経験。B、年頃。C、禁じられた遊び。うん。D、青い果実。え、ちなみにおいくつ？
20代から30代もしくは40代。あ、これ多分、年いってないとわかんないよね、これね。いやー、どうだろう。なんか古臭いタイトルのやつを選べばいいと思うんですけど。あ、古臭いタイトル。はい。どうだろうか。ちょっと今、放送開きます。はい。なんで20代から、20から40って、そんな幅広く？きっとこれは、はい。アークさんもあると思うんですけど、はい。A の一夏の経験じゃないかなと思うんですよ。はい。それは、理由はなんか、もう、知ってる？いや、全然わかんないですけど、はい。こう、夏休みにね、うん。弾ける人が多いんじゃないかな。ほう。きっと多分アークさんもそういう経験があったんじゃないかなって思って、は？そういう経験話していただけたらと思います。それじゃあ、お願いします。失礼します。はい。ひと夏の経験。俺にひと夏の経験の話をしろってこと？A で。A で行きましょう。A で。ね。A で行きましょう。デビュー当時、青春派？40万円を失いました。そうです。残念ながらあなたの答えは間違いです。10万円だけ持って帰ってもらいましょう。正解は B でした。年頃じゃん。ちょっと。ひと夏の経験って。あなたは10万円を獲得しました。ここまであなたは。しかも俺に無茶振りして、無茶振りを。本当によく頑張った。あなたはよく頑張りました。なんてこった。でもきっとあなたはもう一度ここに帰ってきてくれるはずです。クイズ。ね、どうしてさ、どうして間違えた人ってみんなこうやってね、こうやって煽りを入れてくんだ。間違えといてみんなさ。なんだこれ。ということで、本日の配信はね、以上と。煽りじゃないの？大変すいませんでした。悪気はない。いや、今日は終わりだ。1時間半だな、このね。クイズ系のゲームは。次回リベンジするんで。はい。そんな感じで。今日はね、ご協力いただいた、スカイプでね、通話をしてくれた方、そしてね、見に来てくれた皆さん、ありがとうございました。いや、明日はね、休みかわかんないんでね、ちょっと。なんかでも昼頃やむっぽいじゃん。わかんない。ちょっと明日にならないと。一日中雨？じゃあ一日中降んだったらいいんだけど。時々でしょ。でも、まあ、多分明日ありそうだな、仕事。あ、電話したいからもう一回やって。電話はまあ裏でもいいよ、別に放送外で。一日中雨、本当に。まあ分からんけど、まあ、今日はね、以上ということで、また予約しとくんで、はい。ありがとうございました。また会おう。じゃあな。